なかなか熱い議論が盛り上がったところで、時間となりまして今日の、シンポジウムの、総括と、させていただくということで少しお話しさせていただこうと思っております。私どものこのシンポジウムの基本的なそのスタンスとしまして、その、グローバル時代における日本型教育文化の新たな展開ということを目指しております。で、今日の先生方のお話を通して浮かび上がってまいりましたのは、日本型とは何ぞやということ自体を問うという、この問い方の姿勢こそが新たな展開の出発点になるんだと、これを確認することができたのではないかというふうに思っております。で、この日本型ということはさまざまに、今までも論じられてきていて、でそれが日本中心主義になるのではないか、日本本位主義になるのではないか、あるいは日本が自分だけ理解しているようなそういったものになるのではないか、そういったさまざまな、憶測ももちろんあるだろうと思います。そういう中で自国日本人が日本型モデルについて考える意味ということについて、私たちがこれから研究展開をしていく上でとてもこの基本姿勢を共有していくことがとても重要だというふうに思っております。とりわけ今日のお三方の先生方のお話の中で、共通しておりますのは、研究のパースペクティブをどう設定するか、そして研究の方法論をどうするか、そして研究というものがどのように研究者である自分にとっての意味があるのか、この3つを考えていくという点で共通していたのではないかというふうに思っております。ロジャー・グッドマン先生はその教育の現象というのを前にして、それぞれの研究者がいろいろ研究するんだけれども、なぜかその前提となっている研究者自身の価値観であったり、あるいは前提となっている条件の設定によって全く違った結果が出てくる、このことをどう考えていくかということを、児童虐待や、いくつかの例を挙げながらお話しいただきました。おそらく ここで先生が提示なさったのは、方法論を複数組み合わせていく、そういう可能性があるのではないかというお話でございました。で、まさに価値というものにとらわれてはいけないという、客観的普遍性というのは17世紀の西洋を中心とした近代科学革命の、提示した科学観でございます。これにのっとってやっていって本当にいけるのかどうかというのは、社会科学、人文科学、まさに、個の多様性というものをどう捉えるかという、この実践や、現象というものをどう捉えるかという学問にとっては、近代科学的な狭い科学概念ではとてもうまくやっていけないという問題をずっと抱えてここまで来ている、このことをもう一回正面から捉えていくという意味でとても重要な示唆を頂戴したと思っております。2番目のジョゼフ・トービン先生の方は、まさにこの近代科学的な枠組みでものを研究していくということの限界に気づいた人たちが人類学的な思考という、あえて私は人類学的方法というよりはそれが思考の様式になっている、センキングスタイルとして私の生き方にも入ってくるような、そういう意味でその思考の様式として人類学的な思考というものの持っている意味を十分に感じながら、現場に入って、そしてさまざまな人類学的なフィールド研究を重ねてこられました。で、このことはおそらくですね、そのさまざまな見方が出てきて、でそのアメリカ、イギリス、ドイツ、さまざまな国の研究者と日本の研究者が同じ教育の現象を前にして違う解釈をすることもあると、私の解釈とあなたの解釈、あるいは私が子ども時代に受けた教育と今の目の前の教育という具合に、時間と空間というもの、
あるいは自分自身の経験というものを相対化していく、ディスカッション自体も研究のフィールドであるという意味で、私はこれはとても重要な研究のやあり方であるし、これから私ども の、 あの日本型教育文化ということにを考えていく上でとても重要な点ではないかと思って伺っておりました。おそらく客観的普遍性を求めてきた17世紀以来の近代科学のモデルに対して主観的な普遍性ということ、あるいは間主観性という言い方をしますが、まあ、のインターズブイエクティビテートですね、まさに複数の人間の間の主観を介しながらそこにある種のコンセンサスを見出していくような、そういう方法論の確立ということも今後課題として出てくるのかなと思いながら伺っておりました。そして3番目の高山啓太先生は、まさにですねこの、近代科学的なモデルにこうそれを自明のものとして受け止めて、そしてなんかこう研究のところでですね自覚的になってるつもりがまだ十分そこの相対化が進んでいないという、この研究者自身の持っている姿勢というものに非常にこうあのパワフルなあの批判を加えていくという手法で、とても勢いがあって、あのとても楽しくてですね、このエネルギーはそのうちなんかそのグローバルというグローブスを通り抜けてですね大気圏をこうして、なんかもっと宇宙まで行っちゃうんじゃないかと、この勢いでそこまでこう議論がいくんじゃないかということを予感させるものでございました。でおそらくですね、私がそのようなことを申し上げますのも、今この文化の問題やグローバルの問題を考えているそのただ中で、新たな人工知能をはじめとする新しい技術がですね、人間の知、情、意、身体あらゆるものを変えようとしている、そして科学技術をうまく利活用していく私たちの人間としての技能や能力、環境世界との関係の作り方、こういったものに大きな変化が来ようとしております。まあ、そういう中で人間というものも一体機械と共同して文明を作ってきましたので、その中で文明を作りながらしかも文明に影響を受けてくる私どもの、その技能や能力というもの、あるいは人間の人間らしさというものが再定義されなければいけない段階に突入しているということがあると思います。まさに人文社会科学というのは自分にとって他なるもの The other という、自分にとっては異質なものとどう出会うかというその作法を研究するものであり、最後は自分自身がどのような価値観を持ち、どのようなものの考え方をしているかという自分にまとっている価値というものに自覚していくことではないかと思います。まさに自分に返ってくるこの自分を知るための研究というものが、実は他の他なるものとの間の関係性を作り上げていくという意味で、私どもの研究の在り方というものをあの根本から考えていくということが、実は日本型というふうに称して日本人の研究者がやっていく、あるいは中国型であったりアメリカ型であったり、あの AI をはじめとする技術文明文明の未来は、最後はいかに文化や文明と接続がスムーズにいくかにかかっているというふうに言われております。まあ、そういう意味で、多分私どもの領域では今日ずっとそのデータという言葉が何度も出てまいりました。でビッグデータの時代になってまいりますと、人間の傾向性や相関性を分析するためにデータを AI がいろいろ援助してくれるようになります。で私はあのベルリン自由大学と感情研究という分離融合型の研究のプロジェクトをやってきたんですが、理系の先生は喜怒哀楽という基本感情を人間なら全員持ってるはずだという前提から出発します。人間の原型モデルというのがあります。でそれに対して人文社会科学の領域は、いやそれは文化によって感情の表現形、表現の形、表現の感情表現の技法が違うからそれは多様なんだという言い方をして、で非常に論争になりながらやっている研究です。でそういう中で人文社会科学はこれからですね、外から観察したデータは山ほど集まってまいります。
でこのデータの量に合わせて一見研究業績はこれからも増えていくだろうと思うんですね。しかしその中で実はあの古都不変、つまり今日もですね研究方法論のところで個別の研究から普遍の理論が導出できるか導き出すことができるかということを、方法論のところで問題にする、そういうご発言がいずれの先生からもあったと思います。個別のものと全体、普遍と特殊なケース、この間を結んでいく論理の方法論というものがおそらくビッグデータやAI の技術の進展によってデータの蓄積ばかりが進んでいったときに最後の砦として人文社会科学がその意義をきっちり確認していくための重要な観点になるのではないかと思っております。人文社会科学、日本では非常に衰えてきて元気がないということを言われておりますけれども、おそらく人文社会科学の本来の価値というものを見出して、そしてそれを発信していくという意味でも今日のこのシンポジウムを通してですね、先生方からそれぞれ方法論や視座という視点ということについてのご提言をいただきました。これが人文社会科学の、日本だけでなくですね、この宇宙の方につながっていくような広いパースペクティブでの人文社会科学の活性化につながっていく、そして我が身を振り返るための学問の意味を考える、知の欲望だけに追い立てられるような科学の在り方に対して少し私どもが立ち止まりながら進んでいく、そんなよすがになればいいなと思っております。本日は、どうもいろいろとありがとうございました。もう一回東大の先生方に感謝の意を表しまして、総括とさせていただきます。ありがとうございました。